どうもー、青猫だよ。ついに新型任天堂スイッチが発表されましたね。有機 EL ディスプレイを搭載し、価格は 37,980 円。画面が少し大きくなって綺麗になったぐらいで、基本的な性能はアップしてないようです。値段や、もうそろそろ新型ゲーム機のことも考えるとなると、決してコストパフォーマンスは良くないですね。 PS5 も手に入りにくい状態なので、争奪戦も激しくなりそうだし、無駄に値段も釣り上がりそう。ただ、有機 EL ディスプレイは、初代 PS Vita に搭載されていて、すごく画面が綺麗だったので、そこは大いに期待ではあります。画面サイズも現行よりも少し大きくなるようだし、自分は購入したいなと思ってます。ただ、期待していた携帯モードの画面が今まで通りの SD であってフル HD ではないのが残念です。最近、初めてゲームプログラミングをやっていて、画面が大きければなぁと思っていたしね。外付けディスプレイに出力してやってみたけど、画面タッチがないので操作性がすごく悪くなるし、マウスを使えるんだけど、これがまた操作性が悪い。携帯モードでやった方がいいです。ただゲーム実況とか考えると、 HDMI 出力は大事なんだけど、今回の新型では 4K 対応とかないみたい。そこも残念ふと思ったんだけど、新型に伴ってホワイトの色を追加ですね。これは某ソニーの携帯ゲームの戦略を思い出しますね。スイッチを初めて購入した時も思ったけど、ソニー携帯ゲーム機をすごく意識してますよね。ソニーの携帯ゲームをやってた人たちを取り込みたい気持ちみえみえですね。ま、元ソニー携帯ゲーム機の血だった自分からすれば、まさに任天堂の戦略にハマってしまってますけどね。ソニーさん、また携帯ゲーム機出さないかな。それは置いておいて、今年後半の発売となると、気になるものとバッティングするのも気になります。もうそろそろ、Apple の M1X 搭載のパソコンも発売されるんじゃないかと噂されてますしね。こちらは、Mac mini に搭載されれば、購入する予定なので、そしたらスイッチはお預けです。まあ、今入手できる情報はこれくらいですかね。少し時間が余ったので雑談しましょうか。最近バーチャル YouTuber のポンポポさんのチャンネルで珍しく Apple パソコンの話題が出てましたね。結局はバーチャル YouTuber の重たい動画を書き出しするには向かえてないようですね。自分も M1 搭載でも編集しているけど、インテルより早い場合もありますが、インテルより遅いのも結構あります。やはり、外付けの eGPU を使ってる人、インテル Mac の人は、強いて M1 に乗り換える必要性ないですね。未だに、M1 Mac のメインパソコンから進まない理由でもあります。M1X 搭載 Mac が、外付け eGPU にも劣らぬ性能であってください。そしたら、もっと Mac を好きになれるかも。話は変わって、ポンポコさん以外にもバーチャル YouTuber は結構見ています。ホロライブは見てないけど、個人勢を中心にね。絆愛は、相変わらず、面白いですけど、他には、オタクな趣味全開のオメガシスターズも好きです。それと個人的にエロゲが好きなので、ひまりちゃんとかタミーさんも、よく見てます。バーチャル YouTuber ではないけど、ラノベ小説やアニメのチャンネルのてるちゃんも、最近見てます。てるさんのアニメレビューはメインではないけど、すごく好きです。アニメレビューといえば、ゆうさんがおすすめに出てきますが、どうも自分には合わない。特にシリーズをまとめて見てレビューする形式に疑問を持ってます。つまり最終回まで放映された後にレビューするのは、後付けにもなってしまいますしね。まあ、登録数はアニメレビュー系にしては凄まじく多いので、影響力が大きすぎて不安ですね。まあ、弱小な自分が言っても説得力なさげですが、アニメレビューに関しては負けてないと思ってます。そうじゃないと、なかなか登録者も増えないし、そもそも見てくれないのは、あまりにきついですからね。ちょっと、愚痴っぽくなってきたので今日はこれぐらいにしておきます。じゃ、またねー。